よろしくお願いします。今回は高校数学数 A の三角形の内心外心重心推進丸1をお送りします。でちょっとねタイトル変わってここから4つかのシーンをねやっていくんですけど、ポイントのみです。ちょっとねあの入りきらなかったんで今回ポイントで次回から問題演習やっていきます。なので、まあ、穴埋め形式ですが問題が6問あります。でここ同じ数字の5は同じ答えが入ると思って、まあ、できそうな子はねぜひ動画を止めてやってみてください。で確認してもらってちょっとね不安なとこがあれば今からね、まあ、ちょっと図を使って説明しながらねポイントやっていきますんで聞いてもらえたらと思います。いいかな。じゃあ早速ねまず内心の方からやっていきますのでどうぞよろしくお願いします。よしじゃあ行きましょう。で今回まあポイントなんでこんなにねまあ動画1本分使ってやるかっていうとそれだけ大事なんですね。ここ内心外心重心、まあ推進はちょっとマニアックなところありますけどこの3つは特にもつかまないと結構きつくなるこの先なのでねまあちょっと不安な方なんかはあのじっくり見てもらえたらと思うんですけどまず内心からです。でまあ定義として三角形の3つのほにゃららのほにゃららは1点で交わるっていうのが内心なんですね。でここ何かっていうと、まあ、言葉ね覚えちゃうと一番楽なんですが内角の、まあ、つまり角ね内角の二等分線が一点で交わるよっていう。だからもし作図で書く時とかなんかでもこの知識が必要になるんですけどどういうことか。三角形って三つ内角があるじゃないですか。全部角の二等分線を書くと一点で交わるんです必ず。だからどこかっていうと、今ねちょっとね書き方はやらないですけどこうやってね角を半分にする二等分線でしょ。二等分線ね交わるといいんですけどよいしょ、まあ、この辺でこんな感じ。つまりここの角度同じだしここも同じだしちょっと見にくいけどねここの角度も全部同じですよっていう。そこ今ね、ちょっと点 i って置きましたけど、この i が内心って言います。三角形のね、内心。で、もう一個大事なことがあって、そのね、i を中心として三辺に接する円を書くことができるんです。いい。で、これはですね、非常に難しいんですけど、フリーハンドで書くと。ずれると思うけどごめんね。どういうことかっていうと、中に接するんで、よいしょ、あー、ごめん。すげえ曲がってるけど、ちょっとお前接すると思って。3箇所接するんです。辺とね。で、それの円のことを、内側に接する円なんで、内接円って言います。内接円。まあ、全部内って漢字がついてね、内接円と内心だから。これが内心。まず一つ目ですね。で、書き方としては、角の二等分線です。全部。それの集まりなんだっていう。そこがすごく大事。で、次は外心いきます。で、外心は三角形の三つのほにゃららのほにゃらら。また同じですね。が一点で交わると。で、これ今度は角じゃなくて辺になります。辺の、ちょっと待ってね。垂直、二等、これめっちゃ手でね、消してしまってるけど。二等分線です。は、一点で交わると。ね、垂直二等分線懐かしいですね。中学校の時に書き方やりましたけど。つまり、例えば、この辺で言ったら、中点を通るし、垂線になってる。まあ、こういう。これもね、よいしょ。まあ、こんな感じかな。ね、垂直で、まあ、垂直二等分線ですね。で、ここは、こんな感じで、ここが、まあ、こんな感じだと思って、全部ここね、こうやって垂直になってる。垂直二等分線だからね。で、一点でそれが交わる。で、今そこ O って置いてますけど、これを外心って言います。あそこのことを。外心ね。で、さっきは内側に円が書けたでしょ？内接円。で、今度は外側に書けます。で、どこ通るかっていうと、三つの頂点を通るんです。で、こっちの方が非常に難しいんですけど、つまり、こことこことここを通る。で、これが中心ね。になると、まあ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 。ああ！うん、これひどいね、ここね。よいしょ、まあちょっと許して。まあこういう状態。で、あの円のことを、
外側に接する円なんで外接円って言います。外接円で、それの中心が外心ね。で、書き方は全部の辺の垂直二等分線を書けばいい。で、もちろんさっきもそうなんだけど、内心とか外心書くだけだったら2つでいいです。例えばここ1箇所書いて2箇所書けばもう交わるとこ分かってるんで。でもね、今まで1人だけ、いや全部書きなさいテストの時はみたいな先生を見たことがあるので、もしみんなのね、そのなんだ、定期テストとかで受けるときに先生が、いや全部書かないとバスだぞみたいなこと言われたら全部書いてください。でも基本的にはこれも1箇所2箇所書けば交わるとこ分かるから、交点、まあ、それで構わないとは俺はね思ってるんですけど、まあ、ひとまずね、ちょっとそれましたが、これが内心と外心です。まあ、有名な2つだね。で、次は重心です。重心、これは三角形の3本のほにゃららが一点で交わる。で、このことはちょっと新しくね、感じる方もいるかもしれないんですけど、何かって中線です。これ中点じゃなくて中線ね。ちょっとこっちも変えちゃうね、同じなんで。で、中線って何かっていうと、頂点から対辺の中点に結んだ線です。大丈夫かな。頂点から対辺の中点、つまりこいつから考えたら中点、真ん中ね、ここにこうやって頂点結んだ線で、ここの頂点だったらここの中点だから、ここによいしょ結んだ線で、こいつの中点が、ちょ先にこっち引いちゃった方がいいな、まあ、ちょうどいい感じになったかな。これだから、こことここ同じ長さで、ここ同じ長さで、ここがよいしょ同じ長さになってる。いいかな。で、ここの交点、今アルファベットちょっと置いてないですけど、あれが重心になります。これ書き方ね、重心の中点に向かって線を引けばいいと。で、大事なのがその交点はそれぞれの中線を何対何に内分する。これめっちゃ使います。で、これが数字覚えてください、2対1です。で、どういうことかっていうと、これここが2対1になってます。全部なってる。ちょっと書けないけど、2対12対1です。頂点から見て2対1ね、全部っていう風に内分してくれます、重心っていうのはね。で、これが3つ目ですね。で、最後、水深です。ちょっとマニアックですけど、で、水深っていうのは三角形の各頂点から対辺またはその延長に下ろした3本の垂線が一点で交わる。で、まあ垂直の垂使ってるんでね、つまり頂点から垂線下ろしてねっていう。さっきは中点に向かっていきましたけど、これだったらもうシンプルに、よいしょ、垂線下ろしますと。よいしょ、垂線下ろします。ああ、分かった、ごめん、垂線下ろしますって、頂点から垂線下ろしたとこのここが垂心と言います。いいかな。まあ、これでね、4つの心がつくやつの説明終了となります。で、まあ垂心に関してはね、今ちょっとさらっとやっただけなんですけど、ひとまず内心、外心、重心、特徴、書き方、まあ、あとね、円が2つはできるので、そこの特徴も踏まえて、で、重心はこの2対1に内分するっていう数字も必ず覚えてください。では、今回は高校数学数 A の三角形の内心、外心、重心、垂心、丸1をお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、次回から問題演習が一応ね、丸4ぐらいまで続くつもりなので、もしよかったら次回の方も見てみてください。ほんじゃ、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。